ありがとう。ねえネギ坊、キリトどこにいるか知らない？私はネギではない、ネルギウスという名前がある。知ってるわよ、それくらい。みんな親愛を込めて言ってるんだよ、ネギ坊って。そんな親愛など欲しくもない。ちゃんと名前で呼んでいただきたいな、イーディス殿。うわ、相変わらず硬いわね。そんなんじゃ女の子にモテないぞ。聖豪騎士の異性にモテる必要などない。イーディス殿こそ少し緩みすぎではないのか。聖豪騎士たる者、小売協会に誠心誠意仕え、人民の安寧を。ああ、はいはい、分かってますよ。あんたに聞いた私がバカだった。かしこまり、バーストエレメント。お待ちしておりました。大丈夫よ、平和になったんだから。すぐに元通りになるわ。でもこれじゃあお料理は難しいわね。本当？ならぜひお願いできる？これはパイね、すっごく美味しそう。焼きたてだからっていうのもあるけど、この蜂蜜が本当に美味しかったわ。これからお料理たくさん教えてくださいね。かしこまり、バーストエレメント。仕方がありません。思いを力に、一気に行きますよ。いや、前に、前だけを見て進んでいくわ。やはり シェータ様、おはようございます。あなたは昇降版の？はい、代表警視様に新たな天職をいただきました。その際に名前もつけていただきまして。そう、よかった。名前は？エアリーと申します。エアリー、いい名前。シェータ様もおめでとうございます。ご結婚なさると伺いました。うん、そう、結婚して向こうの国に行くことになると思う。いつか私もご挨拶に行けたらと思います。難しいかもしれませんが。うん、きっと大丈夫よ。あの代表剣士が世界を変えてくれたから、その時はちゃんとお迎えするから。あなたにはずっとお世話になったもの。とんでもございません。私はただ仕事をしただけでございます。それでも私は嬉しかったから。
お祝いしてくれてありがとう、エアリー。雪を見るのは好きだけど、任務達成！ご褒美が待ってるみたいだよ。贈り物が届いてるね。ねえ、何が送られてきたか教えてよ。かしこまり、バーストエレメント。